でもあ、それかも30分経ったかな。一旦ここを終わったら道具を拡張してもらうのもありかも。多分30分経ちましたよね。こんばんは。あ、やっぱり沼歩いてると毒になりますか。なりそうだと思った。お、なんか言ってた浜の翡翠がどうたらこうたらっていうのが ここかな。HP 回復とかじゃないんだ。てっきり HP、MP 回復のあれかと思った。あ、違うんだ。そうですよね。うん、風の音が不穏だ。今はですね、カミハルムイのキーエンブレムクエスト、クエで暗黒のなんだっけ、そうそう、葉っぱをね探しに来てるところです。本当に1枚だけなんですね。あ、万人。よし。
よし。確かに思いました。エルフの最初のボスに似てますよね。そうそう、薬草使いまくった時。やっぱり大人数の敵だと人数が減っていくたびにちょっと余裕が生まれてきますね。したかな。したかな。ありがとうございます。お、ゲット、ゲットでーす。いらないか。
一応取っちゃった。では神春も家あ、レベルトップなんですか今多分。あれあれかな、ベホマラを覚えるためにメタル迷宮を僧侶で使ったからかな。メタル迷宮1個買いました。元気チャージで。そうですね、あと僧侶で強くなるまでは他の職に浮気せずにやってたんで。でもそろそろ結構ね僧侶レベル上がってきたので他の職もやってもいいかな。いぶきちゃん？お、あ、ほんとだ。おお、待って、いいねやった、ちょうど木工しに来てたとこなんですね。おお、ですね、裁縫かなと。あ、今一番有力裁縫か木工かな。あ、決めましたか。気になるのありましたか。のが、そうですね、まだ途中かもしれないし。これはうまい感じにみんなの職人がばらけそうな予感。でもランプ楽しそうですよね。
お？お？あ、キモルさんもランプ？へえ。あ、頑張りましょう。そうなんです。明日なんです。ドラハドン。お団子姉妹、確かにいいな、いいな。はい、よし。わあ、どうしよう、ドラハドン、どうしようかな。の夜ごろですね、配信は。皆さんもぜひお時間があれば見てください。ゴールドが。あ、明日は深夜3時からメンテなんですね。そう、頑張ってね、貯めました、ちょっとずつ。あ、カバン行ってこよう。そうですね、ありがとうございます。これで9個目です。神派のルーラー持ってます、大丈夫。よし、トートくん、お、ありがとうございます。知らされるとは。ベリナード南の海辺の交易所。はーい。お安いご用だぜ。
ベリーナードじゃないか。え？あ、ですよね。よかった、びっくりした。はーい、南。で、馬車か。はい、はーい。どの人だろう。あら、なんだ、確かに穏やかじゃないですね。こんばんは。今はですね、本当はカミハルムイのキーエンブレムのところなんですが、途中で今道具カバンの拡張クエをやってます。あ、もらった。え、いいんだ。クリアでいいのか。実は僕が作った。なるほど。あら、あ、でも偉い。いや、何事も経験ですよ。どんどん上手くなるって。よし、では神春に戻ります。その前に宿屋に行こうかな。え、これこの後もう一回さっきの道具屋さんに話しかけに行ったら何か展開ありますかね。あるかな。実は息子のトート君が作ってたんですって言って。ちょっと今度近くまで行った時に話しかけてみたい。まだ早い。おう、
あと5分延長します。はい、持ってきた。よし、では続きから。南からでも行けるんですよね。南じゃない、北だ。よし、あ、今のインモーション。そうですね、ナチュラルにキュウスケに手柄を取られていますね。まあでも一応情報をくれたから、まあ、協力はしたのか。そうですね、お小遣い。あ、ピンクの人話しかけよう。はい、はい、馬車では行けないのかな。行けないですね。今日はですね、とりあえずこの神春麦のキーエンブレムをもらうまではやりたいなと思っております。最近ずっと早く寝てたから久しぶりだ。あ、ありがとうございます。終わるまでお付き合いをお願い。あ、明日大丈夫な人はね、終わるまでお付き合いいただければと。明日早い人は全然無理しないでもタイムシフトとかで見ていただければ。
確かにいぶきちゃんが大成功出すのも見届けたい気持ちはありますね。ちょっとじゃあ自分の配信終わったらちょろっといぶきちゃんの配信見て寝ようかな。まあ起きれたらですけど。今仕事終わって帰った方もいらっしゃるんですね。わあ、遅くまでお疲れ様です。あ、そうそうそう、ドラハドを考える時間も作んなきゃですよね。案外やることが多かった。どうしようかな、ドラハドどうしようかな。そうなんですよね、確かにずっと最近はね、本当に10時ぐらいに寝てたんで、すごい健康的な生活だった。なんかちょっと眠い。いやでも私結構ストーリーやってる時は続きが気になるので、そんな眠くないかな。ここか、ここか。え、朝の10時じゃないですよ。夜の10時に寝てた。早いですよね。あ、戦ってる。応援する、応援する。やった。ほ、待って。ここかな。10時から10時まで寝てた。それは全然ある。あるあるですね。まあでも10時に起きれたら割とね、早い方ですよ。いい感じ、いい感じ。でもさすがに10時に寝たら8時ぐらいには起きれるかな。二度寝したら10時まで寝ますけど。え、なになになに、なんかすごいハテナがいっぱい。ほんと二度寝も三度寝もしちゃうんですよね。よくないよくない。でもこの間ね、なんか一番長生きするのは7時間睡眠って聞いて、私全然余分に寝てるわと思って、ちょっと頑張って7時間にしようとしてたことはちょっとありました。おう、そうなんですよね。寝すぎもね、本当はあんまり良くないらしくてね、って聞いたんですよ。なんで寝すぎって本当に時間も奪われるし、健康にも別にいいわけじゃないし、ダメじゃないですか。良くない、改善したい。さっき出てた人だ。母上いいですね、この髪型といい、ビジュアルといい、和風美人って感じ。
進めないですね。ここは入れないのかな。ここは入れないっぽいですね。入り口がない。裏から。ここから入れそうだけど。入れないんですかね。あ、入れた。よしよしよし。お。神、エルトナシンかな。聖地。ああ、白着物、お姉ちゃん。白き者が力を貸すってことは本来何かねえ、お姉ちゃんが悪いみたいなことではない感じですよね。あ、すごい、やっぱ顔も全然違いますね。なんかすごい悪手な王妃は優しそうな、垂れ眉で優しそうな顔をしてる。かわいい。なぜですかね。あ、宝箱。もちろん部屋。なんだ。うん。あ。あ。なんかそんな力を使ってからおかしくなったみたいなことなんですかね。だってこの辺りとか普通にお母さんを心配する女の子って感じですもんね。聖地、聖なる力。お、やった、世界樹の肌。
美人、美人ですね。若い姿のまま。死んだんじゃなくて、なんか封印されてたとかなのかな。長き眠り。でもそれはお母さんの王妃のため？城壁の外。やっぱり王妃の病気のため。廊下奥に宝箱。廊下。あ、こんばんは。出られない出て。ここからも出るんですね。
かドラクエ3のタイムアタックがさっきちょうどコメントで聞きました。外側を、あれ？なるほど、城の外ではないか。そうですね、そろそろドルボード燃料切れますね。割らない方がいいのかな。そうですね。ああ、いぶきちゃんとりーなさんの職が逆になってますね。宝の数珠はもうなくなっちゃった。ちょっとぐるっと回ってみます。お、あった。
さっき倒したっけ。あ、間違えた。補給しなきゃな。コマンド入力早くなってます？よかった。よし、ではでは。ありがとうございます。
今は神派のキークエをやってます。ですね。うん、やっぱそうですよね。うん、確かに。って考えると切ない。お母様の病気を治そうとして手に入れた力でね。